quando nem era novo, ganhei. お前ら怖いな。ガッてこう乗ってよ。外人の外人だよね。外人の顔が外人。ふらはぎガブってかむ。狂犬病って何かなかむ。狂犬病って何かなかむ。いるやつ。電話に出たりとかする。高いですよね。50やったらええわって言おうとしたんですけど、もうなんか見られとったんで。お願いします。何が大盛りか分からへんですけど、カオヤが大盛りなのかチキンが大盛りなのか、そう、なんかゴニョゴニョ言うてましたけど分からんかったんですWell.
敗やらかしました。何やったかっていうと、 GoPro ともらったレンズを落としました。ダイビング中にいつ落としたのか大体見当ついてて、どこに落としたのかも大体見当がついてる状態で、今対応としてはこの島のダイバーのコミュニティで落とし物とかを上げてる Facebook のコミュニティで訪ねてみてるっていうのと、落としたポイントの周辺にあるショップに声をかけてもらって、この日ここでこう落としたけどその情報とかもし誰か拾ってくれたよってあったら教えてくれっていうのを言ってもらえるような状態で、明日は実際にボストモさんが一緒に朝潜ってくれるってことになって、申し訳ないんですけど一緒に潜ってもらって、他のショップが潜り始める前から探しに行って、ビーチからタンク背負って、でその通ったルート、見当ついてるルートがあるんで、そのルートに捜索をさせてもらおうかなと思ってます。なんかダイビングで物をなくすことはよくあるっていうのをやっぱ思い出したシーンでもあったし、ちょっとした気抜いてたんやなっていうのもあったり、意識しようとしてたとこ以外のところでやっぱなくしちゃって、せっかくもらったものやけど本当に昨日ゆるみに気づかしてくれた日になったかなと思います。それで明日見つかったらほんまにラッキーやった、ほんまにありがとうって感じで終わるんやけど、まあない可能性もある。でもまあこういうトラブルとかほんまボンミスとかも旅のなんか一部かなと思って、まあここに動画撮っとこうと思ったって感じですね。カオさんまでの動画の音声が録音できてなかったりとか、そういうちょいちょいしたボンミス、もちろん準備してたら対応できるようなボンミスやけど、全然そんなボンミスはまだ不問やなと思って、久しぶりの旅とか久しぶりの水中とか久しぶりに一人で動画撮ってるとか、そういう環境が変わるといともたやすく見落とすとこがあるような気がする。まあ、そんなネガティブな感じじゃないけど、まあ、これも楽しめるように、まあ、一応動画撮っとこうかなって感じです。よし、朝一からタノートベイ潜って GoPro あるか探していきます。ほんまにやったら嬉しい。いや、トモさんもありがとうございます。